アドマイア・ベガは、日本の競争馬シュ馬である。1999年の東京優秀に優勝した。母・ベガは、大歌賞、優秀品馬を買った名品。前弟にセントライト記念を買った、アドマイア・ボス、判定に、朝日杯ハイ・フューチュリティ・ステークス、帝王賞など、GI7 賞を挙げたアドマイアドンがいる。ベガは、サンデー・サイレンスとの、 初めての子を受胎したが双子だった。双子は競争馬として体制しないと言われているため、片方の腹子が潰され、もう片方が残された。そして、残された方の腹子から生まれたのがアドマイア・ベガだった。生まれた時、母ベガと同様に左前足が内側に曲がっていた。1998年11月7日の新馬戦で、デビューし1位に入戦したが、 最後の直線走路で車光したために四着降着の処分を受けた。レース内容自体は束を圧倒していたことから、自走には未勝利戦ではなく、当初のプラン通り500万した特別のエリカ賞を選び、スリリングサンデーラを相手に格上挑戦で勝利した。三戦目は、ラジオ単派敗三歳ステークスに出走し、これも優勝し二歳を終えた。 1999年、3歳となったアドマイアベガは、クラシック戦線へ向かった。初戦は、サツキショートライアルの弥生賞に出走、単勝オッズ1.5倍と断然の一番人気に、押されるが、成田トップロードに敗れた。しかし、上がりサンハ波論のタイムは出走メンバー中最も、早かった。次に、サツキショーに向かうが、直前に、体調不良を起こし、 馬体重をマイナス1 2ラムと大幅に減らして出走した。それでも一番人気に押されたが、テイエムオペラ王の6着に終わった。その後、東京優秀に出走した。ここで初めて2番人気になるが、馬体重をプラス1 0ラムと体調を戻してきた。道中は後方に控え、最後の直線で先に抜け出した、テイエムオペラ王成田トップロードの2頭を、大外から、 東方一気の末足でかわし、当時アイネス風人が持っていた、レースレコード大記録で優勝した。このレースで、竹豊は、史上初のダービー連覇を達成した。その後、三歳秋初戦として、キッカショ賞トライアルの京都新聞杯に出走し、再び、成田トップロードを差し切って優勝した。しかし、クラシック第三戦喫下賞では、 成田トップロードの6着に敗れた。その後休養に入り、翌年の宝塚記念を目標に調整が進められたが、左前足のつなぎ人体炎が判明し、2000年に引退した。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。引退後は、早北町の八代台スタリオンステーションで、種ボバとなり、2004年には初年度3区が走り出し、 好成績を収めた。しかしその年の10月29日に偶発性異破裂のため死亡。残した3区は4世代のみで、2005年産の3区がラストクロップとなった。2006年にキストヘブンが大歌唱を制し、3区の HGI 初勝利を挙げた。2007年度リーディングサイアーは10位となっている。障害競争に引いてた3区も多く、 メルシーモンさんが2010年の JGI 中山グランドジャンプを制すなど、障害においても優秀な産区を排出している。太字は GI 級競争。ありがとうございます。